今日は何回も喋らせていただきます。我々は何もいいですか、正当な経済のやり方を否定するものではありません。海賊版を作ったり魔法院を作ったり、そんなことがいいなんてこれっぽっちも思っていません。経済はルールがあってルールに基づいてやるのは当然です。中国でやってるのはおかしいと思います。しかし悪だというのはそれだけを取り締まるものじゃないんです。それだけじゃなくてインターネット上の言論の自由を奪うものなんです。そうだ、言論弾圧だ。常にこの国はそういう情報、世界でアクタがどれだけ問題になっているのか、ヨーロッパで何百万という人たちがデモを起こしてアクタに反対しアクタを否決したこと、そういうことが流されない、そういう国なんです、この国は。残念ながらこの国は報道の自由がないんです。報道したいことは報道できないんです。だから現在真実を報道しているのはインターネットにある IWJ とかニコニコ動画とか、そういうネットのメディアだけなんです。NHK も嘘ばかり。顔だけはまともな顔して言ってますが嘘ばかり。都合のいいことだけ流して大企業の大企業が隠してほしいこと、政府が隠してほしいことは何一つ言っていません。我々はアクタについて知らなければなりません。アクタはどれほど危険なものなのか、なぜヨーロッパの人があれだけデモを起こし50以上の問題点を挙げたのか、このことを知らなければこの国は本当におかしくなってしまいます。そうだ、アクタをちゃんと報道しろ。私はあなた方国会議員は何のために政治をやってるんですか。そうだ、何のためにやってた。戦後民主主義をここまで引っ張ってきたのは誰なんですか。この国を滅ぼしてしまうのはもうあなた方ですよ。国会議員は何やったんだ。我々は国民として許しません。許さないぞ。この国が戦争前の言いたいことも言えないようなそういう社会になってしまうことは絶対に許しません。絶対に許さないぞ。いいか、国民はアクタのことを知ればこの程度ではすみません。ヨーロッパを越すような大規模なデモは必ず起きます。その前にあなた方の手でアクタを否定しなさい。あなた方は自身の手でアクタを問題点を認めて委員会で衆議院ではっきりと問題を挙げて否決しなさい。これが民主主義国家のあるべき姿です。国民の声を聞いてください。大企業のものでもない。
ありがとうございました。そして、アクタ反対、関係ない実行委員会がただいま、実名込みを含めております。まだ1週間程度ですが、1週間程度ですが、今手元に来ているのがこれぐらいですね。まだ1週間経ってないです。住所は主に、まあ、東京とか、地方の方も送ってきて、いただいてます。特に配布はしておりません。インターネットでダウンロードしていただいて、実名を書いて送ってきてもらうようにしています。それで今これだけです。あと1ヶ月あればどれぐらいの量になるでしょう。そうだ。さあ今すぐ決めるようなバカな真似はするな。そうだ。いや国民の声を聞け。そうだ。国民の声を聞け。俺たちはこうやって集める、国民の意思を束ねる、そして真紀子さんの前に持ってってやるよ。そうだ。だから魂打ちはもうするな。インターネット上では3万5千の連帯署名が集まってます。3万5千集まってますね。いいですか。まともなまともな報道がなくて3万5千ですよ、インターネット上で。そしてまともな報道がなく、インターネットダウンロード、そしてたった2回、まあ、あとその他もありますけれども、デモ活動で今ほんの1週間も経ってないのに、全国からこうやって手紙で送ってきてくれてます。わかりますか。ファックスではないです。手紙です。皆さん郵便局から送ってきてくれます。なぜですか。怖い怖い、この法律は怖い。みんなわかるからです。本能的にわかります。自分たちの世界を本当に怖い世界にするっていう法律があっているのはこれ分かるからです。インターネットを見てる人間なら必ず分かります。それをインターネットを封じることでそれすら分からなくするような法律です。絶対にこれは通してはいけません。そして関東内の、一応実行委員会として実名署名を今企業様、特におそらく一番これから打撃を受けるであろう秋葉原のお宅産業、わかるか。秋葉でアニメでゲームで飯を食ってる企業、君らは俺たちに支えられているんだ。定価で買うんだぞ俺たちは。わかってるか。海賊版は買わないんだぞ。だからだ、お前たち企業ちゃんと認識しろ。海賊版、無造品、そんなものに名前を書かれて、インターネットの自由を奪うという法律、お前らも反対してくれ。そうだ。俺たちが買い支える。ああ、仕事があれば、金があれば買い支える。いくらでも買うよ。そんだけ愛してるからな。オタク産業は、いいとオタク、漫画、アニメ、ゲーム、全部の世界共通言語だ。分かってるか。オタクっていう言葉、世界共通言語だ。フランス人にオタクって言えば分かるんだよ。そうだ。インターネットがあるから分かるんだよ。そうだ。それを探されてたのか。フランス人だって言ってるよ。アクタができたら、日本が弾圧国家になったら、俺たちはどこでゲームを買えばいいんだ。どこでアニメを買えばいいんだ。日本人がクリエイティブなことをやらなくなったらどこでオタクコンテンツを買えばいいんだ。フランス人も困ってるんだよ。わかるか。世界中困るんだ。だから世界中が反対するんだ。メキシコだって反対した。欧州も反対した。シンガポールだって反対した。オーストラリアも反対した。なぜ日本ができない。一番どういうコンテンツで稼がせてもらってんだろう。自分たちが作ったというメントをしてろ。そうだ、俺たちは負けない。ネットは自由だ。そうだ。何でも一緒、これからも束ねるぞ。だから時間をくれ、みんな力貸してくれ。そうだ。情報拡散してくれ。そして自分たちの地域の政治家に電話とファックスを送ってくれ。アクターを通すな。
いいか、インターネット、ツイッターにアクタちゃんというボットがある。毎時間つぶやいてくれる。こいつは反対派だ、アクタ賛成派だ。いいか、みんなフォローしろ。つぶやいてくれるやつが自分の選挙区だったらファックスをくれ、メールをくれ、電話をくれ、事務所に行け。アクタに賛成するようなら惑星誘導を起こしてやる。そう言え。俺たちの自由はそうやって守っていかなきゃいけない。自分たちの自由だ。ネットの自由だ。アクターを通すような議員はいらない。いいか。ネットの向こうのみんな、守るためには動け。そうだ。座って待ってるだけだ。何も守れない。そうだ。動け。だから俺たちは毎週木曜ここでやる。次の日は金曜日、原発の日、水曜日、有権者の日、金曜日、火曜日、TPP、月曜日なんでしたっけ？まだ今、あっちか。家庭内ではみんなのテーマを打って、官邸に向かって、議員に向かって、国会に向かって、自分たちの主義を、主張をぶつけてる。俺たちも木曜日あります。力を貸してください。みんな集まれ。大変だな、おため。俺も週3日通っても財布は空です。時代買って財布は空です。俺だってそうだ。そうだ、みんなも財布は空に近い。それでも働いて働いて、それでも来るんだよ。仕事持ってんだよ。仕事回ってくるんだよ。お前らの仕事はちゃんと果たせ。俺たちは俺たちの仕事を果たして、その上お前らが仕事してないから来なきゃいけない。お前らに高い給料払っても俺たちだ。だからもうアクタは反対する。そうだ、アクタは反対する。原子力実行委員会も反対する。そうだ、俺たちの自由や尊厳を全て阻害するものは俺たちは無法という。そのためにお前たちは仕事をするんだ。そうだ、だから毎週木曜日できればここに集まってほしい。一人でも多くの人がスピーチしてほしいです。そしてコールだけでもいいです。何でもいいです。議員さんに向かって言葉をぶつけてください。そしてさっき言ったように議員に向かってメールしてください、電話してください、ファックスをしてください。自分の足で行ってください。アクターを通さないでくれ。 TPP を通さないでくれ。原子力実行委員会の人事案に反対してくれ。自分たちの自由を守るために働いてくれ。みんなで訴えましょう。俺はもしかしたらとても危険な人物が見えるかもしれないですが、そんなことないよ。ただの大丈夫、俺ほどじゃない。オタクだし。そんなことない。全員に見えるよ。アニメとゲームと、本当にアニメとゲームと漫画とラブベが好きなだけのオタクなんですよ。自分の好きな作品は自由に見たいだけの、ただそれだけの男です。それがなんでこんなこと言わなきゃ、そんな不自由な国なんですか、ここは。国なんだ。正しいです。おかしいぞ。気がついて、気がついてくれ、もよしこ。どうだ、現場の案内人。どうだ、気がつく。引け。上原紀子さん、ティニーの味方の巻き込みならわかるでしょう。わかるだろう。民主の味方の巻き込みならわかるでしょう。わかるだろう。俺の涙わかるでしょ。わかるだろ。俺たちは働いて、働いて好きなものを食べ、安全なものを食べ、好きな漫画を見て、好きなアニメを見たいだけです。それを望んでるわけじゃない。分かってほしいですよ、みんな。国会議員の仕事をちゃんとしてね。お、国会議員をちゃんとしろ。では今、署名の話をしました。そしてファックスと、
議員さんへの働きかけのお願いをしました。官邸前実行委員会では、反芥田官邸前実行委員会では、ただいまちょっと人手が足りませんので、もし協力していただけるような方がいらっしゃるようであれば、終了後にちょっと残っていただいて、今後の活動のもし支援をいただければ、よろしくお願いしたいと思います。とりあえず今日の僕のスピーチはちょっともう無理そうなんで、この後、誰かにマイク回してコールと回しますので、やっていただける方いらっしゃいましたらお願いします。テスさんお願いできますか。俺もちょっと無理だ。あ、行きます。あ、はい、野田くん、また来たぞ。違う話題だ。秋田だ。通行人の皆さんも降臨には気をつけろ。頭に覚えてほしい、秋田だ。チリ秋田の秋田じゃねえぞ。ACTA の秋田だ。 ACTA だぞ。国会議員の諸君、目を覚ませ。目を覚ませ。これがどんだけ危険な法律なのかよーく勉強しろ。そうだよ。相当力を働かせよう。そうだ。アクタ勉強しろ。もっと。これが通ったらば日本がどういう国になるのか想像しろ。日本はどこへ向かうんだ。どこへ向かうんだ。北朝鮮のような統制国家になりたいのか。なりたいのか。なりたいのか。なりたくない。自由な国でいたい。そうだ。自由の国で居続けたいなら、アクタなどというチリアクタなものは捨てちまえ。そうだ。チリアクタ。もう一度言う、国会議員の諸君、勉強しろ。勉強しろ。アクタ勉強しろ。アクタについてどういう社会が来るのか想像しろ。想像しろ。がんじがらめに縛りつけられた自由なんてもんはないぞ。ないよ。自由だな。そのままの自由だぞ。インターネットはいろんなことを言う。君たちにとって都合の悪いことを散々言う。それを認められないような人間が民主主義などを標榜するな。そうだな。つまりやっぱアクタはゴミアクタだ。そうだな。さっさと捨てろ。さっさと捨てろ。野田くん、君は頭良かったね。小学校、中学校、頭良かったね。だから言うよ、国民をがんじがらめに国民から自由を奪い取るような悪田なんかやめろ。やめろ。君が小学校、中学校、自由奔放に薬園台の野山を駆けずり回ってたことを思い出せ。思い出せ。思い出せ。のびのびと自由に国民を笑顔の中で生活させろ。漫画を読ませろ。アニメを見させろ。そうだ、見させろ。自由な表現をやらせろ。表現させろ。それができないなら民主主義国家などという看板は下げろ。そうだ。シプレヒコールス。アクタはアクだ。国会議員は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 
先にある日本の姿を国会議員は想像しろ。国会議員は想像しろ。アクタ反対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 。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、あの悪目立つ総理大臣と言われているが、まあ認めたくないけど一応総理大臣と呼ばれている野田佳彦、やつに向かって秋田反対の罵声を浴びせるのもいいんですが、でもね、見てください、まだこの問題の重要性本当に認識してください。ネットの向こうの皆さん、見ている人たちいるでしょう。勉強しなさい。一緒に、明日金曜日ですよ、毎週金曜日、霞ヶ関永田町、数万の人が押し寄せます。ほら、原発いらないの声を上げるために数万の人々が押し寄せるんですよ。ほら、その人たちは何を道しるべにここに集まっているか、ネットですよ。おめでとうだ。ネットに導かれて、ネットの情報に導かれてここに来てるんですよ。おめでとうだ。それがアジサイ革命と呼ばれてる有名な毎週金曜日の抗議行動、抗議行動デモンストレーションですよ。おめでとう。あの、本当に私も原発に反対する立場、原発に反対する一人の人間として、原発に反対するここに集まっている、常時集まっている数万の仲間に私訴えます。反原発であるならば反アクタで当然なんですよ。原発だって当然なんだよ。なくなるんだぞ。みんな聞かれた。我々はマウスに手をやってPC の画面を眺めることなく、ね、原発に反対するという機運がこうして盛り上がりましたか、こうして生まれましたか、どうですか、一度胸に手を当てて考えてください。生まれないぞ、絶対生まれない。我々は原発に関して、ね、漠然とこれはやばいと思いました。でも具体的にどうやばいのかわからなかった。問題があまりに大きいからやばいということを真っ先に分かったんですよ。それでも、それでも具体的なことは何一つ分からなかった。当たりよ。何しろねえ、これを見ようでもねえ、例えば私のこと、私のこと言いますよ、ねえ、原発が爆発しました、ねえ、私んちはもう10年以上もテレビがないんですけど、行きつけの定食屋でテレビを見れば、ねえ、原発立地のまさに福島の原発が破裂した周辺の村長さんが出てきて、我々は原子力発電所と一蓮托生ですよ、怖くありませんだなんて言わせて、その映像を流していたんですよ。あら、そんなありさまですよ。とんでもないぞマスコミよ。そして数日もすれば、数日もすれば嬉しそうに原発立地のあの事故現場の近くの小学校で嬉しそうに笑いながら給食を食べてる子供の写真ですよ。某大手新聞の3面に大きく写真が載ってました。そんなありさまですよ。そんな情報だけはどんどん拡散されて、とんでもないぞ。この真実を知り得たのはネットでしょ。とんでもないぞ。ネットでしょ。ネットから、ね、拾い上げた真実のかけらですよ。それでも真実のかけらだったんですよ。その真実のかけらを拾い集めてパズルのように組み立てたら、一つの答えが出たんですよ。原発いらないっていう。その通りだ。ネットの力を借りずして、これは成し得たことでしょうか。ことの重大さに気づいてください。その通りだ。ネットの自由が危機に瀕してるんですよ。その通りだ。これからそのね、真実のかけらを拾い集める行為、引用、拡散、情報の共有、こういったものが
が規制の対象になり得るんですよ。これが日本人になることによって。すごい問題だぞ。勉強しろ。絶対まずい。真実が分からなくなってしまうんだよ。他の人間なんだ。本当にこれの力によって、これの力によって、これが日本に座ることによって、これの力によって原発いらない声を上げることも困難になるんですよ。必ずやります。必ずやるのはやりますよ。我々の情報引用拡散、情報の共有、やつらにとっての不都合な真実ですよ。それの情報の共有を必ず難癖をつけてね、こいつら立ちはだかってきますよ。これを盾にして、秋田を盾にして、そのためだ。我々の自由、言論の自由なくすぞ。原発に反対する方々、本当に一緒に声を上げましょう。上げましょう。土平日の夕方、確かに疲れてます。大変ですよ。仕事のやりくりして時間のやりくりも大変だってことは分かります。そうだ、大変だ。でもことは重大なんですよ。そのとおり。本当に原発いらないの声を上げる、そのことが危機に瀕してるんですよ。あくたによって、どこだ、21世紀からのね、人間の生活の基本ですよ。衣食住、そしてもう一つ21世紀衣食住プラス情報ですよ。どこだ、どこだ。この国は本当にろくな国じゃない。どこだ、どこだ。本当に暮らすこと、いい。暮らすこともままならないんですよ。食べるもの、放射能汚染されてるんですよ。住まうこと、どこが放射能汚染されてないかって、そんなこと気にしなくちゃ住まうこともできないのかですよ。その上、真実丸ごとじゃないですよ。真実の欠片を拾い集めることすら許されない統制国家になろうとしてるんですよ。何一つ国になろうとしてるんですよ、この国は。わかる、叫んな。本当に絶対許さないぞ。全ての人とまで言いますよ。私、原発に反対する立場として、原発に反対している方々に訴えます。原発に反対しているなら、秋田にも反対してください。ネットに自由を反対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 
皆さんどうぞ、はい、どうぞどうぞ、はい、お願いします。アクト反対です、当然です。日本の国会議員だとか、官邸だとか政府だとか、というよりも外務省にいろいろと丸め込まれて、アクター賛成いいじゃないかみたいなことを言ってるそうです。外務省が細かいことをなんかね、ここの条文はこうでございます、ですから問題ありません、ここの条文はこうでございます、こんなこと言って、ああそうか、なるほどな、じゃあアクター賛成にしようか、この程度が今の日本の国会議員だとは思いたくないけれども、そうなってるみたい。反対です。よっしゃ。なんで国会議員か。残念だけど、何も変わってない。そういった小さな小さな条文を一つ一つ見て、アクタ賛成か反対かなんか言ってるんじゃなくて、もうちょっと大きなことを見てくださいよ。そうだ。世界は反対してるんです。そうだ。例えば。アクタは、アメリカとあと何十カ国、十数カ国、カ国であと残り8カ国ぐらいですかね、それぐらいが加盟する条約だ、署名した条約だって言ってます、たった世界の中の数十カ国です。これ何ですか、世界にオリンピックに、この間やったオリンピック、あれ200何カ国出てましたね。そうですね、世界が賛成するような条約だったら、たった十数カ国の条約なんておかしいじゃないですか。どうぞ。じゃあどうしてそういう200何カ国もある地球の中の数十カ国なんですか、十数カ国なんですか。これは国連の、ワイポトリップス協定というのがあります。これは国連さん加盟国全部、入ってます。で、アクタっていうのはそういった国連の知財の枠組みを補完するものとして、そういう条約だと、そういうこと言ってます。本当ですか。違うぞ。それだったら、それだったらワイポでやればいいじゃないですか。そうだ、あるんだよ。それをやらないのはなぜか。アクタに署名 したかった何百、百何十カ国、そういった人、国々が反対するからですよ。世界が反対してるけれども、アクタを推進しようとする日本だとかアメリカだとか、ヨーロッパだとか、そういった連中が自分たちがやりたい放題をやろうとして、たった数十カ国の十数カ国の小さな小さな条約を結んで、でそれを貫徹しようとしてるわけですよ。そうだ。これなんかのは昔あったんですね、イラク戦争っていうのをやった時、国連でイラクの爆撃やるなと、爆撃したい人たちがアメリカとか、ヨーロッパとか日本とかいたわけですよ。でそれをそういうのね、他のこんなの理屈がないと、爆撃する理由なんかないんだと言って、国際社会を反対した国連の決議が、取れなかった。その時アメリカ何やったか、有志連合というのを作って、数十カ国ですね、十数カ国、ちょうど今のアクタをやってるような国々が、一緒になって、イラクに爆弾を、浴びせかけた。そうだ、ゴリ押しだ。でその結果10年経って何が分かったか、イラクには大量破壊兵器なんかなかった。そうだ、本当のことが後になって分かった。10年かかっちゃったんですよ。で今アクタは、著作権侵害がある、どっかの国が何か悪いことやってる、でそういったことを口実にして、アクタというのを作って、で通信の自由、コミュニケーションの自由を結局そこのところで、ぶっ壊してしまう、そういうことじゃないですか。そうだ。
アクタは、6カ国だっけな、8カ国だっけな、なんかそれぐらいが批准したら、6カ国か、たった6カ国で、そういったとんでもない枠組みが世界的に、通用してしまうことになってる、はい、その先陣を切って批准をしようとしてるのが今の日本だ。そうだ。で、怖いのは批准しそうな国がいくつかある。アメリカもある。そうだね。あとさっき、あとね、韓国が結構やばいんですよ。韓国ってアクタに入ってるんですけど、署名はしました。あそこは署名はした、はい、で批准をしないで批准書を提出しようとしてる。これどういうことかっていうと、大統領がこれは問題ないから OK と、議会の承認なしに批准をしてしまおうとしてる。でそういったようなことが世界的に行われて6カ国になっちゃったら、それ大変なことになるよ。だから、まず日本から、言い出しっぺの日本から、このアクタ批准っていうのをぶっ潰さなきゃいけない。ヨーロッパはすでに批准を阻止した。だから俺たちも絶対にこのアクタを通してはいけない。そうだ。衆議院議員があと残って、衆議院が残ってる。衆議院がいつになるか分かんない。だけどそれまでにぜひ、力を合わせて、これこういった俺たちの声を衆議院に伝え、でアクタを廃案に追い込もう、あるいは否決に追い込もうじゃないですか。そうだ。ここでまだ、自分スピーチされたいと思われる方いらっしゃいましたらお願いします。一言二言でも大丈夫です。牧子さんお願いします。一言でも大丈夫です。来ていただければ。この辺りに立っていただくとちょうどいいかなと思います。はい、この辺り、はい、よろしくお願いします。はい、皆さん、アクタ本当に僕はですね、あの民主主義の冒涜だと思っております。TPP 原発、ですね、全て一連の、反対勢力の、封じ込めだと僕は思ってます。その通り。プロエタリアの、小林武史の品川警察で殴り殺しにされて、多分まだ100年ぐらいでしょうかね。そうですね。ですね、たった100年です。まだ国家権力が反対する人間を殴り殺しにしたから100年で、これはですね、法的正当性をでっち上げて、要はですね、一部の利権者の、利権を確保するために、一切の、反対勢力を封じ込める、僕は法案だと思います。まあ、皆さん分かってると思いますが、これが決まればですね、反原発も反 TPP も何にも言えなくなります。そうだ。ゲームがって言ってましたけど、一切の政府に反対する言葉は、危険発言。そうですね。そういう扱いになりますよね、はい、これはですね、このある意味ですね、これだけネットが普及してみんなが調べたら本当のことがかなり分かる時代に、政治家はバカじゃないのって僕は思います。バカだよ。あの金曜の原発の、あのデモもですね、皆さんここ来てますけれども、もうやめていただきたい。もう年次年次ここにデモで来させるのは。そうだ、ね、皆さんね、この人来たくてくれてなんだよ。交通費はね、あれ必要経費として民主党に請求しちゃいましょうかね。そうだ、政治がおかしいから。そうだ、政治がおかしいからここに来てるんだぞ。俺たちは金払って、だめ、ここにね、皆さん断固あったよ。変だよ。そうだ、仕事ちゃんとやってねえかよ。くんねえ、アクタハンター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 、アクタハン
ました。おめでとう。残り10分あと、行けて一方だと思います。もしスピーチされたい方ありましたらよろしくお願いします。なければ最後あたりに一発シプレヒコードをやって締めようかなとは思うんですが、誰かいますか。はい。どうぞどうぞどうぞ。こちらずっと。この辺りに立っていただくと、いい声の声が届くかと思います。よろしくお願いします。残り時間8分なので、サクッと行ってください。はい。声が足りないので、手短にやらせていただきます。はい、僕は芥川のことは最近知ったので、中身はあまり知りませんが、みんなそうだ、最近治安維持法の成立過程を調べてみたら、なんか今ととても似ていて、似てるぞ保守系の似てる考えのない政党が野望しまくって自分に都合のいいことをやってるうちに自分らの首絞めるような法律をどんどん作って戦争に突っ込んでったのが60年前のお話でした。そうだそうだ。またその孫ぐらいにあたるバカどもがやるっていうのは日本の先祖に申し訳ないことなんじゃないのかねと思いました。そうだー。先ほどインターネットっていうのが人々の声を吸い上げるようになったのに、あんたの政治家はそれを無視して黙らせようとするだけでちっとも進歩がねえよ。そうだー。進歩ないぞー。あんたはもう俺らが憎だりだよ。さようなら首相、さようなら。以上です。ありがとうございます。本日の、反アクタ官邸前抗議は、あと最後のシプレヒコールを持って終了にさせていただきたいと思います。私のことが言ってしまいまして、なおかつ、ボロボロ泣いてしまいましたので、本日爆猫さん終了のお知らせでございますので、代理として火炎瓶哲さんにお願いいたします。指名のコールをお願いします。はい、本当に週に3日の4日のどっかでどっかしらで抗議行動っていうのでこうしてマイクを握ってて、終わり際のこの瞬間が一番憂鬱になるんですよ。そうだよ。また来週があるかと思えば、こんな愚かなことは今すぐやめにしてほしいんだよ。明日もあるんだぞ。特に原発の問題が関わってる私としては、1週間またどっかで誰か自分もそうだ被爆するかと思うと、誰も手を打たないかと思うと本当に憂鬱になるわ。シアプレイコー。マスコミ関係者来て、アクタを報道しろ。アクタを報道しろ。
最後のコール、赤井美哲さんでした。ありがとうございました。残り時間が、もうちょっとしかないんですが、一応、関東内抗議委員会としまして、実名署名用紙を20枚ほど用意しております。帰りがけにこそっと持っていく分は配布にならないと思いますので、この辺にこそっと置いときますので、拾っていってください。先着20名様になると思います。実名署名の、用紙がこの辺りに多分落ちてると思いますので拾っててくださいね。ゴミですから、ゴミですから、あくまでゴミですから。で、皆さん自分の周りのゴミを拾って帰ってください。お願いします。なので、省庁隊なので現在、4名で待ちております。で、もっともっと人増やしたいです。なので、人をにたくさんよろしくお願いします。頑張れー。また来週、そして火曜日の TPP、 そして明日の半原発でもまた来ますよ。野田さん、みんな国会議員のみんな来ますよ。国にこいつらにみんなの意思をぶつけましょう。本日はこれで終了です。ありがとうございました。特に呼びかけはないですね。力はないです。特にはないですね。ありがとうございます。あ、乾杯、ありがとうございます。もう皆さん、あれか、一応じゃあ、告知的なことやってみて。すいません、ちょっと告知的なことを一つやらせてください。毎週水曜日、文部科学省前で、福島の子供、福島の人々の避難を求める、こういう活動をやってます。ぜひともご参集ください。7時から9時までです。この2時間どうぞご参集ください。よろしくお願いします。頑張れ。関係さんです。ナイスコールに行ってやってくれてます。他に、告知関係ありますか。いませんでしょうか。で、なければ来週23日ここありますよ。はい、毎週木曜日とりあえずアクタが否決されるまで、僕らは寝れません。可決、委員会通っても、本議会を否決させるように頑張ります。はい、アクターはこれからのありとあらゆる自由の入り口ですので、これが毎週木曜日やりますので、皆さん、そう、きついと思いますが、はい、これは自由の入り口です。これを廃案するのが俺たちの自由の入り口なんで、皆さん、きついとこ申し訳ないです。でもみんな本当にそれで頑張ってます。みんな頑張りましょう。頑張りましょう。はい、乾杯もありがとうございました。では、また、来週、そして明日で火曜日、そして水曜日、木曜日もまたよろしく。